じゃあ行きますよ。ちょうど見えないんだよ。左は平気。右が怖いんだよな。アホみたいなスピード出されたら怖い。タクシー客乗せてっからしゃあないんだけどな。うん、危ね。ごめん。後ろ、オッケー。びっくりしたよね。いや、軽いだろ。ごめんね。そこ観光名所もう一つ、ね。ちょっと急に今後ろにパッと見たらいたから、あ、やべえと思って焦ってます。ちょっとごめん、わかんねえわ、あれ。うん。あれででもタクシーあそこの駐車場に入れるから、うん、まあ良くなったんだ。学生服みたいなのいいな服。なんか KOF のラス中堅ボスにいそうな服着てた。小さき観光名所だって、あそこだって別にさすげえ距離歩くわけじゃないから。うん、最近あそこを見るのマスト。天作くん、すげえ名前だな。うわん、いいなこの辺。やっぱ湯河原はいいよ。うん、なんか早い時間ちょっと起きよう。うん、これほらホテルかな。ホテルか、ここ怖いからね。意外とね、うん、狭いんだよここ。分かった。よいしょ。このいいね、昔からありそうな、うん、ジール、あ、違った夢城路。でも昔からあると逆に古いからこういう新しいところに取られちゃう。どうなんだろうね、実際。いや、取られるでしょ、綺麗な方がいいじゃん。まあね。中するっていうなかなかつわもんで、せめてハザードは、ハザードは焚いてほしいな。わかるよ。ほどよく客がいる。ね、そうなんですよ。なんか箱根みたいにごちゃっとした温泉街じゃないところが、負けもわかんねえ俺今冷静に思ったら負けもわかんねえ。スキヤが超出てきてるんだけど、ここだっけ。ここだっけ。それ小涌谷って書いてある。小涌谷なんで。あー違う、調べるか。あ、出た噂のパッキーボール、みんな大好きパッキーボールでございます。なんだよ、分かってんの。実際の標識や交通規則に従って運転してください。およそ 2.5 キロ先、左方向です。もうすぐ着くじゃん。であそこで黒卵食って帰ると。帰らないけど。いない時間帯でよかった。めっちゃ混んでたね。意外に絵がついて、おお、こっち回るか。え急に出してきたからびっくりした。ビビるんだよな、急にピュッて出してくる。
立ち寄りください。私服。わー、高そうな飯屋だ。ちょっと貯金するか。うん。もう貯金しよう。レトロゲームもだいぶ落ち着いてきたんで。でもお金なんてもう止まるぐらい使ってもいいよっていうぐらいね。うおー警察。そうでしょうね。結構なごたごたみたいな感じがしたけど。3分でパッて消えちゃう。あっつって感じ。あ、なくなっちゃった。競泳パチンコ屋か。パチンコ多いなここ。やべえ、腹減んね。超腹減ってきた俺。およそ700メートル先左方向です。とりあえず黒卵食べよう。あと野菜もう一個食べよう。ねちょねちょ野菜。なんでそこで止まる。怖いなこいつ。いけるよ。そこで止まんないで怖いわ。まあ、何番ね、うん。そこで止まんのやめてと思ってさすがに。うん、ミストが出てる。え？ミストが出てる。ああここね。あ、暑いんだな、よく。うん。すっげえ客だな、今日。鈴木色のかまぼこだよ。一回も見たことないけど。チェーンというか売ってるじゃないですか、かまぼこって。鈴木のかまぼこって。だから無理してここで買わなくてもええかなと思ってしまうわけでございましたね。謎のデニーズ。およそ300メートル先左方向です。え、ここ左。ここ左なんだ。この信号？何か先ね。危ないおじいちゃん。危ないよおじいちゃん今。危なかったよ今。全然スピード落としてなかったよね。殺す気満々だ。飛び出してきた歩行者は悪いのは分かるけど、うん、ここ左なんだ。どういうルーツかされる。あ、いいのか。このルートね。はいはい。ずっとずっと持ってんの。あんなとこ止まっちゃう。
車ダメでしょ。いや止まりだから。あ、いや、停止線どこよ。怖いな。これ止まれじゃないのこれ。いや、本当は違う。でもこっちが優先。でもあの車は良くない。だってピューって言ったじゃん。俺鳴らしても怒られないですよ。まあ面倒くせえかなと思うけど。ルーテル教会。怖い。今の右入ってきたの、うん、歩行者はまだ反応できるからいいけど、あれは反応できないよ。だって行くと思わねえもん。